ここの葉だけね、大根とか赤株を植える予定なんだけれども、まだ2ヶ月ぐらい時間があって、でその前に何か植えるっていうのはちょっとうちのね畑の内容的には難しいんで、忙しくて、でここにね普段は草を生やして、その草で生き物を生かして、それをトラクターで耕して、で、作付けするっていう流れだったんだけれども、今年ね、まあ、去年ね小豆作ったらいっぱい害虫が出てね、あまり よろしくない小豆、見えるかな、ちっちゃいんだけども、こういう風に、虫食いがあったり、あとなんだろう、これかな、これみたいに、あー見えねえな、見えないかもしれないけど、シワシワだったりっていう虫食いシワシワ規格外のもので、俺も食べきれないから、これをねこの畑にさバッとばらまいて、で育ててある程度の大きさになったら、それをすき込んでみようかなって。豆科だから多少のね窒素固定の作用がねあると思うんで、まあ、要するに緑肥代わりね、緑肥、本当は緑肥っていう種あって、豆科の雑草クローバーとかそういう種あって、それをまいて、育てて、またそれをすき込んで耕して、土の中に入れて土を肥やす、緑肥、緑の肥えるものってことでやるんだけれども、今回この小豆をね緑肥代わりにしてみようかなって思います。で今これからその作業をしてみます。で今豆まき終わりました。でね、見てて分かると思うけども、ここ耕してないじゃないね、耕してないのに巻いて育つわけないじゃないと、そう思うあなたは正しい。ここからトラクターで耕して混ぜ込みます。もうね一回一回起こしてから丁寧に巻いていくと、とてつもない時間かかるんで、緑肥っていうか、まあ収穫するものでないものはこうやって巻きます。俺はね、まあ、これでもいいのよ。だから緑肥の種でもバラバラって巻いて耕すだけで、あと勝手に生えてくるんで、これであとは耕して終わり。でその耕す様子を見てもらおうと思います。で一通り起こしました。本当に浅く表面を粗く耕しただけなんで、深く種は埋まってないです。表面上にあるからこれで小豆が芽出すと思うんで、もしこれで生育良ければね、来年からこういう風にね、あの生育の種も発種して適当にやって育てるのもありかなとは思うけども、まあやらないかな、管理がめんどくさいから、除草とかね。でまあこれはこうやって小豆のね根っこを伸ばして、根っこの周りに微生物がいっぱいついて、それで活性化するのね、土がね。そういうことを狙ったのと、豆科は確か直根性って、まっすぐドーンと深い根っこを下ろすはずなんで、まあ多少土を柔らかくしてくれるかなっていうことを狙ったのと、有機物の補給、まあ、豆の地上部、地下部それぞれを土の中に入れて有機物を補給するっていうことの目的。そして豆科だから、根っこにつぶつぶついてて、それに根粒菌っていう、空気中の窒素、これを
固定する菌がいるんで、その働きもちょっと狙ってみようかなっていう感じですね。まあ、窒素は肥料分になるんで、大根とか株とかね、多少でも大きくなってくれたらいいなって思います。まあ去年でも1メートルぐらいの大きさになっちゃったから、大根とかねやらなくてもいいかもしれないけれども、まあただ捨てるだけだったらもったいないじゃない。食べられない廃棄物のね、廃棄する小豆であってもただ捨てるのってもったいないなって、だから一回こういう風に、散布っていうか適当にばらまいて、すき込んで、混ぜて生えてきたところをまたすき込んで、で土に戻してっていうことをね、やれば少しは土が良くなるかなっていうことを考えてやりました。まあ、このやり方はね、トラクターとか耕運機、せめて一輪管理機とかそういう機械がある人向けかなと思うんで、まあ、一般の人にはちょっと難しいかもしれないけれども、こういうやり方もあるよっていうことをね、一例として示しました。もし機械持ってる人があったら、去年作った大豆でもいいし、小豆でもいいし、そういう例えば他の種でもいいんだよ。ただ一つ一つ、ただ巻いて耕して、で流行らかせて土を肥やす、緑肥としての使い方、緑肥として売ってる種だけじゃなくて、こうやって残った種とかを使うやり方もあるんだよっていうことをね、ちょっと一つ知っておいてもらいたいなと思います。でこれがどう育っていくかも、これから動画にしてね、見せていかなきゃいけないなと思うんで、まあ、やっていくんで、まあ、チャンネル登録して待っててもらえれば、成長するまでどうしても時間かかるんでね、チャンネル登録して待っててください。よろしくお願いします。